改造紙幣とは、大日本帝国政府が発行した紙幣。損傷しやすく、偽造も多発した、明治通報紙幣と交換するため、1881年2月から発行され、1899年に廃止されるまで、用いられた。紙幣の図案は、イタリア人のエドアルドキヨスソーネに移植され、偽札を防ぐため、印刷局の最高の技術を駆使して制作された。 一円以上の県の肖像は、神宮皇后となっており、神宮皇后札と呼ばれたが、その肖像は、文献資料や図版を参考にしつつ紙幣局の女性職員をモデルにして創作したものであるが、西洋人女性風となっている。我が国最初の肖像が入り紙幣でもある。また、五円以上の県には偽造防止を目的として、 本格的なスカシが導入されたが、これはこの紙幣が初めてであり、後に発行された日本銀行打感銀券にも引き継がれている。この改造紙幣は政府紙幣として発行されたもので、第5は第2本帝国政府紙幣である。偽造罰則文言は、この紙幣を元蔵氏あるは元蔵土地で通用する母国法に書すべしと書かれている。額面金額は漢数字のみで、 表記されており、アラビア数字による額面表記はなく、表面中央に大きく書かれている額面金額の上には小さな金の文字が表記されている。50千件と20千件の図案は、後に発行された対象小,小学生不紙兵に流用され、この対象小,小学生不紙兵では20千件の図案を元にして10千件の図案が作られている。 全体的に現存数が少ないため、現在の古銭市場ではその中で、最も古銭的価値の低い2 0銭0件でも数千円以上、それ以外の件は、数万円から数十万円以上と高値で、取引されている。改造紙幣の見本、国立公文書館所蔵、通称は、神宮皇后0円である。肖像の上下には、王家、肖像を取り囲む輪郭枠内には、 王家と霧門、表面中央の菊花紋章の周囲には右側にカツラ、左側に菓子、下側に勲章の菊花章があしらわれている。基番号は関数字であり、当氏番号は5桁である。すかしは十円の文字と唐草模様である。通称は神宮皇后五円である。表面中央の菊花紋章の周囲には右側にカツラ、左側に菓子、下側に 勲章の菊花章があしらわれている。基番号は関数字であり、当紙番号は五桁である。スカシは影楼と王家の図柄である。改造紙幣1878年通称は神宮皇后一円である。肖像の上部には菊花が表面中央の菊花紋章の周囲には右側に桂、左側にカ子、下側に勲章の菊花章があしらわれている。 裏面左右には、影楼の図柄が配されている。基番号は、関数字であり、当紙番号は5桁である。透かしは入っていない。表面中央の菊花紋章の周囲には、右側に桂ツ左側にカシ、下側に、勲章の菊花章があしらわれている。基番号は、関数字で裏面に印刷されており、当紙番号は6桁である。肖像はなく、表面に、 大倉教員があることから、通称は大倉教五十選である。透かしは入っていない。改造紙幣1881年改造紙幣表面中央の菊下紋章の周囲には右側にカ左側にカシ、下側に勲章の菊下章があしらわれている。基番号は関数字で裏面に印刷されており、当紙番号は6桁である。肖像はなく、表面に 大倉教員があることから、通称は大倉教20選である。しかしは入っていない。日本銀行の設立により1885年から日本銀行券が発行開始されたことを受け、紙幣整理の政策の一環として1898年6月11日に交付された政府発行紙幣通用廃止に関する法律等に基づき、 1899年12月31日をもって改造紙幣及び明治通報の法的通用が禁止され廃止となった。なお、同年12月9日には国立銀行紙幣も通用停止となっており、これらにより日本国内で流通する紙幣は日本銀行圏へ一元化された。陳帝国議会の協賛を経たる政府発行紙幣通用廃止に関する法律を採開 しここに、これを交付せしむ。漁名漁時明治三十一年六月十日、内閣総理大臣公尺、伊藤博文、大蔵大臣白尺、井上薫法律第六号政府発行の紙幣は、明治三十二年十二月三十一日限りその、通用を廃止す。後継は千八百八十五年五月九日から翌千八百八十六年年に、かけて、発行開始された。 日本銀行打艦銀券である。ただし日本銀行打艦銀券では、額面金額1円未満の券種は発行されず、50銭効果20銭効果のみの発行となった。この他に、1899年12月9日までは、国立銀行紙幣、同年12月31日までは、明治通報が並行して通用していた。ありがとうございます。